はい、ナマステ。このビデオでは、第2週の一番最後の4本目のビデオになります。はい、第2週はこの学習管理システムと、教授法ということを書いていますけど、4本目のこのビデオでは、みんなの日本語がベースにしている、オーディオリンガルという教授法について話してみたいと思います。はい。日本語教授法は、最近の日本語教授法はですね、大体3つの時代に分けていいと思います。で、1つは、このみんなの日本語がベースにしているオーディオリンガルですね。これは文系シラバスの1つですけど、1980年代まで、多くの研究者がこれを支持していました。その後で、コミュニカティブアプローチの方がいいということになりました。これはですね、実際には文系シラバスとして使われていたことが多いです。で、これは1990年代に、研究者の間で非常に支持されていました。で、その後ですね、2000年代以降は、タスクシラバスとか、行動中心アプローチ、これとても似ていて、ほとんど同じだと思っていいんですけど、タスクシラバスと行動中心アプローチね、これが2000年以降は、多くの研究者に支持されています。はい。じゃあ、オーディオリンガルっていうのはどういうものかっていうとですね、文系練習を使ってたくさん話す練習をする、そういう教授法です。みんなの日本語では、練習 A、練習 B、練習 C っていうふうにね、3種類の文系練習が、どの科でも入っていますね。はい。で、それまではですね、もうただ先生が話すだけだったんですね。語学の、教え方というのは。で、その場合は、文法は理解できるようになっても、話す練習が全くないという、そういう大きな問題を抱えていました。それまではね。で、でも、このオーディオリンガルでは、この文系練習を、取り入れたので、そういう、話す練習が全くないという問題を解決したんですね。で、これはとても素晴らしいことだったと思っています。ただですね、実は文系練習にも、いろいろ問題があってですね、もう1990年頃には、その次のコミュニカティブアプローチの方がいいという結果になって使われなくなりました。で、繰り返しますが、このみんなの日本語というのは、その、コミュニカティブアプローチより前のオーディオリンガルに、基づいて作られている教科書ですね。はい。例えばですね、これはコミュニカティブな英語教育を考えるっていう、そういう本ですけど、ここでもオーディオリンガル法はね、いろいろ説明してありますけど、実際のコミュニケーションでは役に立たないとの結論に至りました。というふうにはっきり書いてあります。はい。で、実際ですね、文系練習では定着しないっていうことが分かってきたのは、これは第二言語習得ですね。第二言語習得。この研究が、盛んになってきたからです。こういうね、文系練習をたくさんすると、とっても頑張ったっていう気持ちになるんですね。で、実際に練習のすぐ後には効果があるんです。でも1ヶ月後にはもう効果がないというのが、分かってきました。この本はとてもいいです。で、この本にこういうことが書いてありますので、皆さんもぜひ読んでほしいと思っています。はい。じゃあ、新しい教授法としてはどういうものがあるかっていうとですね、そのオーディオリンガルの後にはこのコミュニカティブアプローチっていうのが来ました。それからタスクシラバスとかね、タスクシラバスの有名なものとしては、このできる教科書というのがとても有名です。これは、Kindle で買うこともできますね。はい。じゃあ、行動中心アプローチっていうのはどういうものかっていうと、これは CEFR、Common European Framework of Reference ですね。ヨーロッパで使われている考え方です。それから国際交流基金の JF スタンダードでも、この行動中心アプローチが中心ですね。そして、日本の国内でも、もう今では、2021年からこの日本語教育の参照枠という文化庁の考え方でこの行動中心アプローチでやりましょうということがはっきり書かれています。はい。この教科書の中ではこの行動中心アプローチの教科書はこの丸ごとと彩りが有名ですね。特にこの彩りは無料でお金を払わないで PDF をダウンロードしたり、オーディオファイルもダウンロードすることができるので、インドでもとても使いやすいんじゃないかと思います。はい。じゃあですね、どうして TTC ではみんなの日本語なのかっていうと、インドではこれが一番使われているからですね。なので、まずはこの、勉強をして日本語の先生になって、その後で教科書を変えてほしいと思っています。フィルミリンゲー。